まあ、最終日ね、まあ、マイペースで、やっていくんですけど、まあ、この今回の中で一つ僕が読み違えていたことが昨日の結果につながっていると。で、そこを修正する一日になりますね。で、まあまあ、その読み違いだったりとか、自分の超過の波っていうものはもう初日2日目で、ほぼほぼまあ決まってたかなと思うんで、全然もう足りないのはずっと足りないんですよ、超過として。で、まあ、その特にね、今回自分がもう今回勝ちはないと思ってるんで、自分はもう捨て身でいく、それは読み違いにももちろん原因はあるし、最大の要因は読み違いがあったとしても勝てるプランで組んでたにもかかわらず、2日目にやっぱパイロットとの相性が良くなくて、失速した。で、今日最終日またその2日目のパイロットと当たることになった。終了